はい、では本日が6月2日の日曜日ということで、豪雪仙台最終日、4日もありましたけども、本日が最終日、いやあっという間でしたね。これまでですね、ザ・ビギリグから動画始まって、まあ、前日、そして当日ですね、都市体験編と、そして公演体験編、そしてルート編ですね、それぞれ撮影してきました。本日最終日は何をやるかというとですね、もう単刀直入ですよね、ネクロズマの100が欲しい。初日奈良北公演に行った日、まあ、それなりにやって、でそっからまあ編集とかもあったので合間でまあやっていて、今のところ35体ネクロズマゲットしてるんですよね。でも本当ルート企画とかの撮影やってる合間でしかやれていないので、まあ、まだ追い込みはかけられていないっていう状態で、そして個体に関しても全然いい個体、高個体をね、まあ、色違いは取れたんですけども、高個体を全然引けてないんですよね。なので、まあ、今回のザ・ファイナル仙台ゴーフェスシリーズの最終話はですね、まあ、ネクロズマの100が出るまで帰れませんということでやっていきたいと思います。まあ新幹線あるんで、まあ帰るんですけど、新幹線の時間までに、まあ、100が取れるかということですね。で本日なんですけども、ゲストの方をお招きしておりまして、その方々と一緒に回っていきたいと思います。ようこそ。いや、てかね、お前ら誰だよ。仙台といえば、仙台のポケゴー YouTuber といえば、ケータチャンネルでしょ。ケータチャンネルでしょ。皆さん、お久しぶりです。ケータチャンネルです。超絶ポケモン GO をガチられているポケモン GO YouTuber の方ですか。あ、多分そうですね。ダークで、はい、の 100%、 はい、8体持ってます。一輸送とかやってません。やってません。これ何、小室哲哉なの？小室哲哉、あ、室哲哉やってる。はい、というわけで、本日のゲストなんですけども、以前ですね、宮城でコラボした、まあ、僕の、まあ、YouTuber 友達ですね、ケータチャンネルの、はい、自己紹介お願いします。ケータです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。これは何ですか。これはもう推しの、見ていただくと分かる通り、推しのヘラクロスですね。今回ね、最初たらなんか警備のおじさんかみたいな、この色ですね。で、こちらの方はジョーです。おー、ジョーくん、はい、お久しぶり。お久しぶりです。元気してました。元気してました。うん、ところでこれは何ですか。これはやっぱり、ね、仙台でゴーフェスということで祭りじゃないですか。今日ということで出陣してきました。あ、とりあえずさ、多分今この映像を見てる僕の視聴者さんの多分100人中150人がついていけてないと思うから、はい、ちょっとやっぱり今回ね、仙台でフェス開催ということで、まあお祭りじゃないですか。やっぱ自分たちが、ね、はい、うん、盛り上げていかないとということで、うん、一応ね、身なりからしてね、そうです、はい、盛り上げてきました。はい、今日はレースするんでガチですよ、マジで。この格好から見て分かるとガチです。あのね、多分ポケモン GO フェスの祭りって多分こういう感じじゃないんだよね。あの明らかなんかいろいろずれてるんですけども、とりあえず今日はネクローズマですね、そうですね、まあ、100%、はい、まあ、狙って、ね、一緒にやっていくということで、はい、本日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速、つつじが丘公園にネクロズマレイドありましたのでやっていきたいと思います。で、この公園なんですけども、いいですね、これ仙台から本当すぐ近くなんですよね。だからね、アーケードじゃなくてぶっちゃけここをくるくるばっていうだけでも結構色違いが出るんじゃないかっていうぐらいの公園でございます。では、ここにみんなで入っていきたいと思います。今ですね、時刻が朝の9時前なんですけども、全然ね、このつつじが丘公園バリバリ人がいるので、まあ、仙台市街だったらね、人バレバレいるんで問題ないです。てか、なんなら我々ね、4人いますので、ケイタさんとジョー君とそれからナランジャーマネと自分の4人で回っておりますので、もうネクロズマはバンバンツアーで倒していけますね。では、 CP です。もう100しか興味ない、100しか僕は興味ありません。 CR2077、 これは普通ですね。お二方どうでしたか。はい、CP が2067、2067
で、CP が2056です。そして、はいはい、なんと色違いです。はい、まあ、色違いだったけど、はい、色違いだったけど CP 的には狂わすということで。そうです。なので、まだ帰れないということですね。そうですね。いやー、俺今日一日こいつらと一緒に回るのか。こいつらめっちゃ、めっちゃもう浮いてるもんな。なんかもう恥ずかしいですけども、ちょっとヤバい人たちと一緒に回るんですけども、でもここはね、まあ、狂った街仙台ということですのでね、まあ、最後はまあ狂ったネクロゾーンを出すために狂った人たちと一緒に回りたいと思います。今日もアプリ落ちひどいっすね。僕みんなと同じチームに入れませんでした。弾かれてしまいました。 CP は CP はあー2079 CP スイー052。本日はせっかくゲストお二方がいるということですので、ここでミニゲームをやっていきたいと思います。イエーイ。玉川総本店の黒砂糖まんじゅうをかけたレイド勝負。レイド勝負。こちらでございます。こちらは一体どういったまんじゅうなのでしょうか。これはですね、手になかなか入らない沖縄産の黒砂糖を使った、はい、薄皮の最高にとろっと溶ける美味しい饅頭です。おー、これはいい。これも仙台名物。はい。おー、じゃあこの仙台名物をかけて対決ということなんですけども、ズバリルールはシンプルに色違い&高個体。おお、なるほど。じゃあとりあえず3人ともノーシャイニーだったら、うん、一番 CP が高い人が優勝、はい、OK で、色違いが出たら、うん、色違いが出た人が優勝で、はい、で、例えば2人色違いが出たら、そしたらその2人で CP 勝負みたいな。ああ、なるほど。そういう感じでいきますか。 OK では、いざバトル。いや、そうね。では、まずチームケイタチャンネル、ズバリ今の意気込みは。俺が絶対に勝つ。おい、意気込みは。いや、絶対出すでしょ、俺が。ちょっと、負けられませんよ。ちょっとね、ちょっと画角見せてすごいドアップで申し訳ないんですけども、まずジョー君から。いけ、来い、やめろ。大丈夫じゃない。ビーズの号泣。いけ。なるほど、これは結構低いんじゃないですか。結構低い。これは我々だいぶ有利になりましたね。よっしゃ。ケイトさん、お願いします。いきます。はい、いけ、じゃあね、ゴー。うわー、この時点で俺はない。対戦ありがとうございました。ではジョー君が CP2059 なので2060以上出せば俺の優勝でございます。え、 100% ですから。あ、もう、はい、100% 出せばいいんですね。はい、うー、リーゼロさ、ちょっと2030って何。俺絶対 100% これ勝ったと思ったよ。確かに2059って俺も一発目で負けたと思いました。あの低レベルな争いだったね。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきました。ミニサイズ。あ、やった、ミニだ。ミニサイズ。ほらいい。泣きの再戦、もう一戦お願いしてもよろしいでしょうか。ぜひお願いします。ありがとうございます。2058。だからここら辺はいつも引くね。2069。おー、超えていく。では僕のまんじゅうがかかった運命の瞬間、お願いします。ノーシャインで205。対戦ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。ヒラクロスちゃん11だよ。もうお前らなんて大嫌いだ、勝手にやってるわ。というわけでね、まあジャーマネは慈悲深い方ですので、はい、はい、私にもチャンスがあるということで、はい、では泣きのもう一戦、そしてこの泣きのもう一戦に勝った人は100億ポイント。せーの、はい、おい、色違いない。うわ、弱い、弱いぞ。48いいぞ、この。お、これはチャンスだぞ。これは要はあの2048以上出せば勝つんでしょ。では、いきます。あー、たたたたたたた、おーい、やい、おーい、完全優勝ですね、それは。色違いしても2092です。これ、デキレース。これ、あ、デキレースだよ。だって僕、ナイアティックでやれですからね。あの、プラン契約してるから。あ、ナイアティック
てくるあの賄賂をしてるからやっぱ YouTuber として最後に持ってくれる、ね、そうですね、あれですからあの YouTuber 補正はあります。よくなんか YouTuber エロチが出やすいとかね、あれそう、あとなんかナイアンマッチングに恵まれてるとかありますけども、はい、YouTuber 補正はあります。はい、じゃあ2人もエクションしましょう、はい、せーの、 YouTuber 補正はあります。いや、あるわけないですけどね、はい、宮城 VS 埼玉の対決、埼玉が勝ちました。おい埼玉県民見てるか、勝ったぞ、宮城県民を倒したぞ、イエーイ。宮城県民、これでいいのか。ダメだ、そうだ、勝たなければいけない、やらないといけない、もう言うたらもうレートでしないから、ね、もう、はい、はい、終了でございます。はい、埼玉県民の勝ち、イエーイ。はい、ありがとうございます。じゃあ今のその美味しさをズバリ五七五で、このうまさ仙台に来たら食べてみて。おお、さすがうちのエース、決めた、決めた、エース、ありがとう。じゃあブレイクダンスで表現すると、ブレイクダンスで表現すると、よっしゃダメ、ブレイクダンス、あや、うっ、危ない、危ない、危ない、衣装が削れてしまう、最高だ、危ない危ない危ない、ケアじゃん、あ、カメラ回ってなかった、そんなわけ、そんなわけ、嘘でーす、嘘でーす。こうやってね、みんなでゴーフェス回るのめっちゃ楽しいよね、イエーイ。はい、では終わりました。 CAP さっきね優勝したんでね、この勢いで出していきたい。あー、そういうわけにはいかなかった。2076、色違いは取れてるんでね、もう100なんだよ、100、お願いします。 CAP を2084、高くなってるけどね、苦労してよ。でもやっぱね、メモリの関係っていうやっぱのがあるね。あの、じゃあ処理速度、容量じゃで処理速度、今のモデルだと iPhone14 Pro と iPhone15 Pro 以外はそれに対応してないらしい。なんだかんだで大野原森林公園でめちゃめちゃレイドをやれております。スイーピー来い来い、あーあーあー、はい、それでは本日はですね、仙台のアーケードで爆発してるんですけども、この仙台駅のペデストリアンデッキ、多くの人が注目している中、このヘラクロスとお祭り男が堂々と闊歩しております。どうですか今の気分は。完全にあのお披露目ですよね、お披露目ですよね、これ。そう、ヘラクロスお披露目ですね、これね。なんかさ、君はさ、なんか宮城県民の前にすごいなんかアウェイ感を感じるんだけど、うん、なんか結構感じてますよ、アウェイ感を感じます、はい、広島自然も感じてます。どうですかお披露目。いや、すごく恥ずかしいです。でもやっぱ注目されてるってことで嬉しいね。そうです、あの多くの、ね、方にね、そうですね、なんか声かけてくれて、そうですね、これを、はい、キーに受けたチャンネル、はい、はい、たくさんの方に知ってもらえればなと。これ毎週やりますよ、コミデーの日やる。そうですね。じゃあ、もう毎回これで、はい、仙台でなんか、はい、コミュニティデーとかやってください。そしたら確かに覚えられる、覚えられます、うん。アーケードをですね、まあ、駅まで行って、まあ、戻ってくるという感じで回ったんですけども、どうでしたか、ゴーフェスの仙台のアーケードは。前からですね、アーケードの中は多分トレーナーさんたちが多いということを聞いてたんですが、回線に関しては全く動かなかったですね。あ、駅やばかったし、アーケードもさ、駅寄りの方、そう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 、そうだから駅からアーケード真ん中ぐらいまでは、はい、もうポケモン GO トレーナーでほぼ埋め尽くされてて、はい、もう通信ももう誰かしらレイド落ちるし、くるくるするしみたいな感じだ、はい、全然機能しなかったよね、はい、まあ、特に今回ジョー君は初めてのゴーフェスっていうことだったんですけども、はい、どうですか、これがゴーフェスのリアルですよ。もう全然プレイできないんですよ。全然プレイできないですね、これ。でも、うん、人がいっぱいで楽しい、人がいるのが楽しい。みんなポケモン GO やってるのがすごく仲間みたいで、
すごく楽しいっすね、ゴーフェス。あー、それはやっぱありますよね。やっぱこのね、みんなポケモン GO やってるぞと、うん、みんな狂ってるんだと、みんなこのヘラクロスを頭をかぶるぐらい狂ってるんだぞと、この熱狂がやっぱお祭りだと僕は思います。そのとおりですね、本当にお祭りです。これがゴーフェス。ではそんな感じで、まあゴーフェスの熱狂をですね、この宮城の2人がね経験したところで、私ですね、うん、もうそろそろ、はい、新幹線タイムでございます。帰りになられるわけですね、はい、芋臭い場所に帰ります、はい、埼玉という芋臭い場所に帰ります、はいはい、本当にありがとうございました、宮城まで。あ、そうですか。いえいえいえ、いえいえ、とんでもございません。あ、じゃあ今度埼玉来てね。あ、そうです、埼玉行きます。行きますね。楽しかったです、本当にいい街だなって思いました、はい、確かにね、まあ、通信がクルクルしたとかそういうのもあったんですけども、ご飯も美味しいし、それからやっぱ街全体がコンパクトな地区になっているのがいいよね、はい、うん、うん、あ、まあ、どうですか、綺麗じゃなかったですか街。あ、そう、綺麗だったですね。綺麗だったし、まあ、初日も撮影したんですけども、定禅寺通りの方とか、うん、こと森の都にふさわしい、はい、道路とかもうちゃんと緑があるんだよね。はい、うん、これはね、多分他の町にはない魅力だなと思いました、はい、そんな素敵な町仙台で今回ポケモン GO フェスですね、参加させていただいたこと本当に感謝いたします。そして全ての仙台市民の皆様、そしてカエルのような宮城のトレーナーの皆様にも感謝したいと思います。で、肝心のネクロズマはどうなんだい、それから色違いはどうなんだいということなんですけども、でまあ、それはね、この動画の最後、埼玉に帰ってから発表したいと思いますので、みんなまだ動画見続けてね。ケイタチャンネルに関しては概要欄にリンク貼っております。そちらの方でも僕とのコラボ動画上がる予定となっておりますので、もしケイタチャンネルですね、もしよろしければぜひ一度見ていただいて、そしてチャンネル登録並びに高評価などねしていただけると幸いでございます、はい、じゃあお二方からも何かうちの視聴者さんにメッセージを、はい、これでゆうすけくんとは3回目ですかね。なんだかんだ言って3回目です。3回目ですね。第3章いかがでしたか。はい、カムだよ。大事なところでカムだよ、はい、ゆうすけくんの許可もあればコラボね、これからもしたいなと思ってますので、いや、許可は出すよ。いや、だってこんなさ、ヘラクロスをさかぶっての仙台の街カッポしてくれた人に許可出さないはないよ。もう体張ってくれたからね、宮城で頑張っております。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてジョー君、はい、今回はね、ゴーフェスが仙台ということで、皆さん楽しみましたか。まあ、楽しめたって方もいれば来れなかった方もいると思うんですけども、ぜひこの動画を見て楽しくなって、グローバルの時にネクロズマみんなでやりましょう。真面目か。真面目か、もっとボケろや。はい、じゃあ3、2、1、はい、はい、ゆうすけチャンネルも、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。真面目か。じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。お会いいたしましょう。はい、先ほど仙台での締めを取り終えた後、たまたまキラフレンドさんとお会いいたしまして、キラ交換したんですよ、ネクロズマ、総合。そしたら、皆さん、事件が起きました。見てください、というか、聞いてください。ダン、うおほほほほほ、2104です、2104です、ヒラです、100です、しかもロケーションカード付き、やったーっしゃー、オッケー。いやー、仙台最高、やりました。これでね、もうね、胸張ってね、埼玉帰れます。やりました。どうですか。結局さ、最後持ってくんだもんね。うまいっすね、 YouTuber としては。そうですよ、やり方がこうなる、はい、仕様になってんだって。そうですよ、だから、あれですよ、YouTuber ボーナスとか、YouTuber 仕様は、うん、あります、あります、あります。特別交換、今日6回目だったんだよね、最後一
一番最後の特別枠でお願いして、出たので、キャラ公開していただいたフレンドさんも、ただキャラ公開していただいたフレンドさんの方には、逆が行くっていう。もう完璧です。本当にそう、マジで逆が行って、ちょっと今あの叫んでおります。暴れております、申し訳感じなんですけども、いや本当にありがとうございます。やりました。というわけで、これでこの記録借りたいと思いますので、ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。埼玉の大宮に無事帰ってきました。去年の大阪はですね、まあ、熱中症で途中になってしまったので、まあ、今年はね、まあ、しっかり最後まで何事もなく無事帰ってくることができて何よりでございます。ネクロズバに関しては、まあ、最後にキラ100が来るというミラクルを起こしたんですけども、まあ、それ以外の、まあ、特に色違いの超過ですね、発表させていただきます。合計73匹ゲットできました。値千金としてはピカチュウですね。こちら太陽の冠のピカチュウオスメスで色違いゲットできました。そしてイーブイはしっかり太陽と月の冠それぞれゲットできました。そしてエーフィーと、そしたらブラッキーですね、このブラッキーに関してもゲットできましたね。アンノーの色違いは合計7匹、まあ値千金はハテナでございます。もうこれは多分この仙台を逃したらね、もうゲットできないと思うので。そして欲しかったですね、フラフラの踊り鳥の色違いもなんと2匹もゲットできました。そして新規実装の電樹木の色違いもゲットすることができました。もし僕の動画を見てですね、少しでも仙台に行けた気分になれた、ゴーフェス楽しそう、ゴーフェス楽しいような、そんな気分をね少しでも味わっていただけたのでありましたら幸いでございます。もしよろしければ皆様の感想等をですね、ぜひぜひコメントいただければと思います。もちろん仙台に行ったという方ですね、コメントバンバンよろしくお願いいたします。皆様仙台ゴーフェスどのように楽しまれたか、ぜひお話をお伺いしたいです。それでは長きにわたってのゴーフェス仙台動画シリーズ、本当にご視聴ありがとうございました。もしこのシリーズですね、少しでも良かった、楽しかったということでございましたら、もしまだの方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価何卒よろしくお願いいたします。来年のゴーフェスですね、どこで開催されるか分かりませんが、もし来年も行けたら僕は参加したいなと思っておりますので、今後とも皆様何卒ゆうすけドラムスチャンネルの動画よろしくお願いいたします。では来年のゴーフェスでまた皆様お会いいたしましょう。アディオス。
皆様聞いてください。最後の最後の最後の最後に実はとんでもないトイラが撮っております。あのキラ100ネクロズマを爆誕した後に僕なんか知んないけどテンションめっちゃなりってまして、めっちゃおかしくなっておりまして、めっちゃテンション上がっておりまして、なんか気分でうつろいどレイドを急にやりたくなったんですね。なんと見てください、このうつろいど、だーん、100% でした。これキラネクロズマ100が爆誕した直後のレイドですからね。しかもロケーションカード付きの 100% うつろいの仙台さんっていうね、まあそんな感じでね、最後の最後まで YouTuber 補正がかかり続けた、まあ神回、神の豪別だったと。この YouTuber 補正を信じるか信じないかはあなた次第でございます。